まさに絶好調のコマンドボリショイ。このところ負けなしの快進撃です。8月下旬に行われましたザ・ボディヒートトーナメント97でキューティーを破りまして優勝を果たしています。その勢いで無差別級王者福岡光に挑戦状を叩きつけました。コマンドボリショイ、時の勢いを持って一気に JWT の頂点に上り詰めることができますか。コマンドボリショイの入場です。マスクの下、非常に引き締まったいい表情をしています。コマンドボリショイ、今リング内です。赤コーナーからチャンピオン福岡ひかり入場。福岡ひかりです。トーナメントの借りは痛いぐらいにきっちり返します。から手に入れました無差別級のベルト、クズミそしてキャンディーを退けまして防衛回数は2度です。今回3度目の相手はコマンドボリショイ。かつてタッグを組んだこともありまして、あの長与千草を秒殺したこともありますボリショイに油断は禁物です。混沌とします今の女子プロレス界。 JWP の王者としての誇りを掲げ、その強さを見せつけなければなりません。今こそ福岡ひかり、3度目の防衛戦、まもなくチャンピオンがこの後楽園ホール入場してまいります。赤コーナー花の花道を胸を張って今やってまいりました福岡ひかり。この人が現在の JWP のエースです。おーっといきなり来ました、コマンドボリショイ、突っかけていきます。奇襲です。福岡にリングインを許しません。脇腹をしこたま、おーテプラーだ。自らも足を鉄柵にぶつけたようです。いきなりのボリショイ、攻撃を見せました。まだ福岡は中に入っていません。どんどん打ち出されていません。この気迫が切れるコマンドボリショイの表情。いやー、いきなり突っかけていきました。 JWP 認定無差別級選手権試合、まだ福岡は今ガンを下で脱ぎます。もうすでにリングに体を入れた時が勝負だというつもりなんでしょう。いきなり来ましたね。大変ですよね。あの挑戦者はこのぐらいの勢いがないとダメですよ、はい、今ゆっくりと上がっていきます。場内がシーンと波打ちました。静まり返しました。ああそうです、まだチャンピオンベルトの返還が行われていません。第4代の王者福岡ひかり、これは3度目の防衛戦です。4月の8日、ここ後楽園ホールで当時王者だった関西からこのベルトを奪いました福岡ひかり。以後6月にはクズミ、8月にはキャンディーを強く出しました。これは前回ご覧いただきました。これが3度目の防衛戦です。お待たせいたしました、本日のファイナルマッチ JWP 認定無差別級選手権試合60分一本勝負を行います。本コーナーチャレンジャー120パウンド、コマンドボリショイ。いやー、ボリショイがもうリングの中央でずっと相手の視線を外そうとしません。これが初めての無差別級への挑戦になります。コマンドボリショイ、現在のところ絶好調です。先日8月の下旬に行われましたトーナメントで優勝を果たしてるんですよね。そうですね、まあ、確かにね、今上り調子っていうんですかね、はい、調子ついてますね。ですね。ですからその勢いをね、はい、今日出してもらいたいって感じですね。まずそれを出しましたね、コーナーに帰りません。さあ、いきなり来ました。おーと、福岡も満を持して気を溜めて後ろを振り向いていました。今僕はね、福岡にね、後ろで背中をリングを渡して絶対背中見せちゃいけないと言おうかなと思ってたんですね、なんか意図があったんですね。あったんですね。相手に自分のこう考えていることを読ませないためだったのかもしれません。あえて視線を外して背中を見せていました福岡です。さあ、福岡が三角飛びからのプランチャーか。いや、よく見えています。ボリショイが入ってまいりました。8月29日松江の大会でザ・ボディヒートトーナメント97で優勝を飾っています。しかもキューティーを下しましたコマンドボリショイ。
その場でリングサイドで見ていました福岡に挑戦状を叩きつけています。いつまでもお前をチャンピオンのままでさせないぞというコマンドボリシャイ。デビューはこの福岡に遅れること2年、平成3年11月にデビューを飾っています。その時タッグマッチだったんですが、その相手方に福岡がいるんですよね。あ、そうですか。福岡星野組と対戦しています。あ、少し名前ですね、星野玲子さん、そしてボリショイは北村真美選手と組んでいます。まずは力比べ、10センチの身長差があるんですよ。そうですね、160センチ。コマンドボリショイ非常にこのレスリング界では小柄で150センチ、体重でも30ポンドが違うでしょうですね、この2人常日頃タッグあるいはシングルで仕事をしているんですが、相手はコマンドボリショイに言わせると重たいんですよとこう言っています。一つ一つの技が非常に重たく効いてくると言っています。確かに同期ですね。そうですね、デビューの年、年はあの記録上は違うんですけどもね。違うんですね。なだれそのまま場外に転落しています。これは離していません。これ落ちた瞬間にどちらのダメージがあるかわからない賭けがありますよね。はい、よく離れました。今離れています。コマンドボリショイの気の強いところを見せています。こういう小さい人は、ね、気が強かったら、ね、この商売はできないですからね、はい、その辺は自分が小柄であるということを十分承知していまして、だからこそこの JWP の無差別級のベルトにあの気持ちが動くんだとこう言っています。普通の団体とは違いまして、これヘビー級とは言いませんで、無差別級、そうですね、私みたいな小さな人間の挑戦できるわけなんですとこう言っています。昔でいう人口を制すというやつですね、はい、僕はそれのがいいと思いますよ、はい、小さい人も、ね、絶対、ね、ヘビー級には挑戦できないんじゃない、やはり、ね、そこにしようとないと思いますね。確かにそうですよね、はい、まだこれは完全には入っていません。コマンドボリショイ、数々のこの JWP におきましても逸話あるいは名試合を生んできました。平成6年の5月には有明でコマンドキッド対、ボリショイキッド対コマンドボリショイという試合もありました。それからその年の10月9日、川崎市体育館では福岡と組みまして、当時 JWP のタッグベルトは前次の三田と下田が持っていました。これに挑戦したこともあります。ですからかつてタッグパートナーでもあったんですよね。そうですね、奪還はならなかったんですけれども、そういった2人です。それから平成6年の10月、札幌ではあの長内千草を28秒で仕留めたこともあります。いわゆる秒殺です。大崎に牙を向きまして干渉したこともありました。逆に大崎にマスクを剥がれたりね、剥がされたりもしましたけども、そういった気の強さも見せています。確かあのご一緒ですよね、あの天野に鉄の棒で殴りかかったのはありました、ね、お怪我させたことがありましたけどね、そういった、気の強いところがあります。ボリショイです。確かにボリショイは、ね、練習も熱心なんですよ、自分は体小さい、力も弱いってこと分かってますから、じゃあなんで勝つかって、スピード以外ないわけですよね、そのスピードつけには毎日毎日の練習を厳しくしないとできない、産んでこない、生まれてこないわけですね、はい、エルボー落としました。小柄なんですが、先ほどあの話を聞きましたら、肩のあたりしっかりとした肉がちゃんと筋肉がついてるんですよね。あ、ついてます、はい、それで女性がね、30ポンドだったらね、大変なもんですよ、はいはい、だいぶの差がありますからね、この辺もボリショイの得意としているところです。グラウンドでのこの試合バックを取りまして、フェイスの時ですか、小鉄さん、これはそうです、フェイスですね、フェイスですね、フェイスですね、ちゃんと、もちろん基本的なものですけどね、はい、頬骨ですね、頬骨を食っていってるわけですね、顔面の急所ですね、はい、そうです、そこにグッと押し付けていきます。今度はヘッドロックのような格好になりました。首をぐるっと押さえつけています。首をさらに上に持ち上げていこうというそっくり返ります。コマンドボリショイ絶好調です。一方の福岡は関西にからベルトを取った後、ケズミと奥津相手に防衛戦を飾っています。ちょっとブルドッキングヘッドロックみたいな感じですね、ですね、はい、最後バトル DDT です。ひっくり返しました。カバー
この辺はしっかりとしたグラウンドのテクニックで勝負を挑んでいますコマンドポジション。先ほどの奇襲をかけた選手とは別人のようです。これは透かしました。うまくスライディングしてこのキックを避けています。あの素早さですね。逆に振り返されます。しかしこれはあえて言ったような感じがあります。もう読んでいました。ボリショイが読んでいます。さあスライディングしてまず相手を飛ばないのか。すぐには飛びません。相手をしっかりと目標位置を定めました。まずはスライディングキックからアヤーと、そのスライディングは足を捉えてしまいました。そのままボディスラム、ズシンという音が響き渡りました。大の字です。コマンドボリショイ、ボリショイは起きられないのか。起きられないか。いや呼び込もうという効果がエプロンを走るのか。いやエプロンではありません。ロープ最上段まで行こうという今2段目。今ボリショイがようやく起き上がりました。フェンスに寄りかかっています。ムーサルトかーダーとムーサルトアタックです。大きな旋回を見せました。福岡は全くダメージがなかったようです。いや小鉄さん今のはいい着地だったようで、下手するとこれ自分も、ね、ダメージを追いかえない大きな技なんですが、あの福岡という、ね、選手は、ね、結構昔から、ね、無茶やるんですよ、ね、考えられないことしますよね。もともとは体操部、そこで培いましたその身のこなし、そしてこのムーンサルト、その身のこしがあるからこそこれほど綺麗なムーンサルトを生むことができます。ポジションが朦朧としているようです。川崎レフリーがカウントを入れるから戻れというそういったことを福岡に言いました。ポジションにまずリングへの復帰を促します。ところが制していたんですが、足をつかまれました。福岡が足をつかまれました。ちょっと動きが止まりました。ボリショイはあっという間に上に上がってボリショイランナーが飛びついて、そしてカウントが入ります。カウントは2です。一気に駆け上がってきました。十分な休みを取ったようです。ある程度頭に入れてたんですね、こういう動きをね。そうでしょうね。上がってから止めてないとこれだけの動きはできないでしょう。小手は空振り、もう一発、いやフェイントです。あーとギャンクル、逆にカウンター正面蹴りをもらってしまいました。カウント、ちょっと今猫魂みたいなね、でやって蹴ったんですけどね、目の前でフェイントを見せました。バックを取ります。10センチの開き、軽々と投げ捨てますが、いや逆にいい感じで立ち上がりました。これは不意をつかれました。ショートを受けた、さあどうでしょう。顎にヒットしたんですがロープに逃げています。いや思いっきり投げたジャーマンだったんですが、うまくこれ着地したっていうか、まさに猫の身のこなしようですね。逆に良かったんですね。あボリショイ口切ってます。口の中がちょっと血にまみれていますが、前頭部キックをもらってきました。下から打ち上げたキックです。割と、ね、体の大きい人は、ね、小さい人をやると、ね、ちょっと油断する部分があるんですね。ですからそこら辺を気をつけないと福岡ですね、一発やられてしまいますよ。福岡は絶対油断しないとは言っていたんですけれども、どこか心の隙ができたんでしょうか。さあボリショイ大きなチャンスだ。こういったなだれ式はもう体の大小は関係ないでしょう。さあこれで決まったか。なだれ式の大きなだけだ。一回大きく弾みました。そしてそのままカバーに来ます。落とした。おーとブリッジで返しました。アバランシュのなだれ式の裏投げはカウント2で返しています。おーとボルショイが自らマスクの紐に手をかけました。マスク取りました。素顔を晒しました。勝ちをね、勝つと思ったでしょう。まあ本名は小屋選手というのはね知り当たっているんですが、自分ね、マスクをしているチャンピオンになって素顔を見せるっていう感じでしょうね、きっと、はい。まあ一部では知られていましたので、あの尾崎の一戦で尾崎にマスクを剥がれた時でもうその正体はバレてしまっていたんですけれども、はい、あえてここで脱ぎ捨てました。いやあのこれね大変な決断なんですよ、マスクマンがですね、マスク女子の、ね、マスクマンがですね、マスクを取るってことは、ね、大変なことですよですね、
思い切ってマスクを剥いで正真正銘のこの小屋選手、もう私自身で決めようということなんでしょう。バックを取った、そのまま投げる、スコマスターホールドだ、スコマスターホールド、スコマスターホールド、カウントは2です。森翔に声援が飛んでいます。コーナーに押し付けてきました。あ、福岡がダメージを負っています、福岡ダメージを負っています。さあこのままマスクをかなぐり捨てました コマンドボリショイ。いやもうボリショイなんと呼んだらいいのか、小屋選手、小屋ですね、あーと叩き落とされました。ライダーキックは辛口、どうでしょう。あーボリショイかなりのダメージを負っています。あーこれダブルダウンでしょうか、ダブルのダウンです、ダブルのプラン、カウントが入っています。両者にカウントが告げられています、コールされています。さあどちらが先に立ち上がるか、ボリショイか、あーここアウト、立ち上がったキック、コーナーに上がっていきました。さあ福岡、福岡あーと満を持したミサイルキックだ、そしてもう一方対角線からの今度はムーンサイドプレス、さあこれで決まりだ。今目がうつろになっています。さあ小屋はこのボリショイの仮面を脱ぎ捨てて、そして自分の姿のままで勝利を収めることができないのか、今あわやというところはあったんですが、非常に苦しんでいます。あ、両者もかなりのダメージです、ダメージを取ります。おっとこれで決まりか、ダブルアームの体勢からテガドライバーです。お、これ自ら外しましたね、誰を指さしたんでしょうか、いやどういうことなんですか、コーナーを指さしたんですね。ダブルフットスタンプということでしょうか、ムーンサルトの、さあこれがチャンピオンとしての矜持でしょう。いやバックを取った、さあタイガースープレックス、危ない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 、余裕を見せまして予告付きのムーンサルトダブルフットスタンプを見せようというところ、そうはさせじと小屋頑張ります。ずっと僕もね、これ2年間も見てましたね、はい、女子レスラーのね、いけない決定ありますね、はい、チャンピオンでもですね、なんですか、実力のある人、受けに対する、ね、アピールというのは強すぎますね、ですからそこが油断ができて負けてしまうというケースが出てくるんですね、今でもね、福岡もそうですね、チャンピオンらしからのね、行為ですね、あのまま予告しないでスッと行っていいわけですからね、カウント取ってね、はい、勝って初めて勝ってね、お客さんに、ね、アピールするってのはいいですけどね、そういうところよくありますね。あ、さあボリショイが伸びた、さあ今度こそ行くか、ムーンサルトフットスタンプ、ぐさーっと決まりました、カウントスリーです。これはですね、大前線、はい、今のやっぱりヘビーと そのジュニアの違いですね、体重30キロの差です、完全に今決まりましたから ねこれはもう無理ですね、はい、福岡が3度目の防衛に成功いたしました。コマンドのマスクを脱ぎ捨てまして戦いに挑みました。試合の途中
そういった決意の表れを見せましたが、勝利することができませんでした。これからマスクはどうするんでしょうね。おそらく取るでしょう。一回脱いだ以上ですね、やっぱりまた被ったらね、やっぱり自分のプライドというのはあるでしょうね、はい、これはあの自分で脱いだわけですもん。あ、はい、僕はマスクを広げました。もしかしたら渡すんでしょう。あ、でもね、お客さんにね、一回素顔を見せてしまったんですから、はい、やはりこれはね、被るべきじゃないと思いますよ。ポリションもですね、はい、今小屋になりましたけど、確信したわけですね、勝つという。だからこそ脱いだんだと思うんですよ。素顔で私はチャンピオンですよっていうのを見せたいわけですよ。素顔で勝利を飾りたかったコマンドボリショイ。チャンピオン福岡からマスクは返還返されましたけれども、さあこれからこのマスクはどうするんでしょうか。かつて尾崎にマスクを剥がれた時には、このマスクに愛着がある、こだわりがあるんだと、正体を分かってもマスクマンとして被っていくと言いましたコマンドボリショイですが、今回の場合は自分でできました。この先どうなっていくんでしょうか。ちょっと注目です。さあ福岡がこれで3度目の防衛に飾りました。勝利で飾っています。まだまだチャンピオンとして JWT のエースとして混沌とするこの女子プロレス界、もっともっと大きくなって勝ち続けなければいけません、ね、そういうことですね、はい。今後の動きにも期待していきたいと思います。後楽園で行われましたこの選手権、福岡が3度目の防衛を飾りました。